赤ピクミンは青ピクミンが気になっていた。あるダンジョンでボロボロになって火のドラゴンに囲まれた時、全滅が頭をよぎった。でも君にだけは生き延びて欲しかったから、大丈夫、僕は火に強い。赤ピクミンは青ピクミンと黄ピクミンを逃がし戦う。必ず帰るさと約束した。でもどうやら守れそうにないと自分の命を諦めた時、紫ピクミンが立ってた。おせよ待ったぜ力持ち。赤ピクミンは運ばれていた。息はあるが意識は戻らない。青ピクミンがお見舞いに来ると、白ピクミンと苦しむ赤。僕の小さい世の中には生薬にもなる毒がある。赤ピクミンは狙われていた。この中に火を追ってるやついる。いねえよな。ピクミン潰すぞ、村に攻め入る。ピリジャー軍に岩ピクミンが立ちはだかる。そう簡単には潰れない。赤ピクミンは守られていた。ただそれも時間の問題だ。もうドアが破られるその時、羽ピクミンが仕掛けた罠。3秒後君は空を飛ぶ。赤ピクミンは青ピクミンと海に行った。黄ピクミンは誘われなくてインスタで知って、胸がギュッと痛くなって、それでも明日は大会だから、なるべく考えないようにして。高校生活最後の大会、その日誰よりも高く飛ぶ。赤ピクミンは致命傷だ。しかしここでは十分な治療ができない。かといって村まで運ぶ時間もないだろう。氷ピクミンが傷に触れ、村まで君を凍らせる。赤ピクミンは古代都市でウォーデンに出会ってしまった。特殊能力、暗闇で辺りが見えない。希望の光も消えそうな時、光ピクミン慣れてるんだ。言ったろ、僕は夜行性。赤ピクミンはキノコ胞子を避けれたが、青は狂っていた。戻すには倒すしかないが、一人で勝てるか。赤逃げてあなたまで狂うことはないわ。キノコピクミンを抱いて言う。僕はもう君に狂ってる。赤ピクミンは虫の息のコパチャーピーにパンを開けた。誰かの優しさに触れたことがなかったから、初めて自分の意思で決めるよ。僕はあなたについていく。赤ピクミンは遠のく意識で青ピクミンに無事を願った。守りたいものが守れないなら、自分はどうなってもいいんだと虹ピクミンへと進化した。君と交わすいつもの冗談さえ愛おしい、絶対のぜしない。赤ピクミンは
ある日出会った。この星のものではないよた。共に過ごしてリーダーとして信頼し尊敬をしていた。オリマーさんお願いです。僕の仲間たちをよろしく。赤ピクミンは青ピクミンを残していった。もしもあの時助けられてれば、毎日泳ぎの練習をした。もう二度と友を失わぬように、あの日以来もう溺れない。赤ピクミンは最初は強火で旨味を閉じ込めて表面こんがりしてきたら少し弱めにしてくのよ。お前ほんと火加減に関してすごいよ。火に強い青ピクミンは仕事終わったらさ、一緒に酒に溺れようぜ。あ、俺今日休館日だから。溺れないキピクミンは、うわ、キピクミン指名手配されてる。あいつ多分もう海外に高飛びしてるよ。高く飛ぶ紫ピクミン。紫ピクミン様、某雑誌からスキャンダル記事が出るそうです。まずいな、権力で揉み消せ。力持ち白ピクミンには、あのさ、お前中途半端に農業やんねよ。だからモテねえんだよ。毒がある。やめろよ、そんなことないよ。最初から完璧なやつなんていないんだから。イワピクミンは、なんだあの新人、チヤホヤされやがって、潰してやる。イワピクミン、お前これやっとけよ。今日中にな。終わったんで帰ります。え、潰れない羽ピクミンは、え、美味しそうな魚ですよ。食ってみな、飛ぶぞ。うめえ、空飛んでるみてえだ。空を飛ぶ氷ピクミンは、氷くん、わからないときはわからないって言ってくれないと困るよ。でもそれってあなたの感想ですよね。え、凍らせる光ピクミンは、よーし、明日も仕事だし寝るか。ゲームしようぜ。いや、もう寝るとこだよ俺。マジかよ、俺今起きたところだからさ。いや、22時だけど生活習慣やばすぎだろ。夜行性個性がいろいろ生きているよ。キノコピクミンは、この壺買うと幸せになれるんだってよ。じゃあさ、これ100個買ったら一体どうなっちゃうのかな。買います。やめとけ。正気じゃない宿りピクミンは、マジで急に家追い出されて住むとこないのよ。1週間だけ、いや3日、3日で。仕方ねえな。ほんとありがとう神様。 あとさ、お金貸してほしい、お願い。犠牲するコパチャーピーは、お前なんでボスがひねり潰してやるからな。おら、よし倒した。次はお前らか。あの、僕たち脅されてて従ってたんです。兄貴、助けてくれてありがとうございます。一緒ついていきます。お仲間に個性がいろいろ生きているよ。モモピクミンは、めちゃにめちゃ怒られた。僕いらない子なのかな。そんなことない、失敗は誰にでもあるんだから。ちょっと早いけど昼休憩入ってきなよ。ありがとう。モモ、午後行けるか。おう、寝たら治った。めっちゃ元気。回復早い虹ピクミンは、うひょー、競馬当たったぜ、100万円。すごい、おめでとう。おいおい、競馬で当たった金もちゃんと計算して納税しろよ。あ、しねえよ、障害収支まだマイナスだもん。おい、絶対納税しない。オリマピクミンは、実は俺、この戦いが終わったら結婚するんだ。だから絶対死ぬわけにはいかねえんだよ。分かったら行け、後で絶対追いつくからよ。やめて、そのセリフ、バッドエンド直行の死亡フラグだから。バッドエンド、個性がいろいろ生きているよ。